この秋開かれる佐賀2024で大勢の関係者の移動をスムーズに進めるための対策を考える会議が開かれ、開閉会式の会場周辺の交通規制や大会期間中の道路工事の中止や抑制に取り組むことなどを確認しました。この会議はこの秋県内で開かれる国スポ、全商スポの期間中、開閉会式を中心に選手、観客らの移動が増え混雑が予想されるため、会場周辺の円滑な交通を目指し開かれたものです。道路管理者や工事・公共交通機関の関係者などが出席し、それぞれが取り組む交通円滑化の取り組みを確認しました。このうちおよそ1万9000人が参加する国スポの開会式では、会場周辺で前日から交通規制が行われます。また大会期間中は道路上の工事の中止や抑制を行います。このほか県はチラシを作り、国スポ、全商スポの開閉会式当日は会場周辺の通行を自粛するよう広く呼びかけることにしています。